こんにちは、レイです。今年の F1 はレッドブルホンダが初優勝を挙げるなど、これからの後半戦が非常に楽しみですよね。日本人ドライバーがいないのにこれだけ F1 が盛り上がるのは久しぶりではないでしょうか。レッドブル、そしてホンダに感謝ですね。日本ではホンダの他にこれまでワークスとして参戦したチームがありますよね。そうです、世界の巨人トヨタです。トヨタは2009年を最後に F1 から完全撤退しました。あれから今年でちょうど10年を迎えますが、 F1 復帰の可能性は極めて低いと言われています。今回はトヨタが F1 に復帰しないと言われている理由をいくつか紹介しますね。社長の意向？トヨタが F1 に参戦していたのは2002年から2009年までで、豊田章男氏がトヨタの社長に就任したのが2009年の6月です。このようにトヨタ氏が社長に就任してすぐ F1 撤退を決定したのです。トヨタ氏は森蔵という登録名でラリーなどのレースに参加しています。最近では鈴鹿サーキットで行われたモースポフェス2019鈴鹿セレモニーでも自ら86のステアリングを握って派手なドリフト走行も披露していました。そのようなトヨタ氏の姿から世間一般的にはモータースポーツ好きだと見られています。しかし実際はあくまで自分が参加できるモータースポーツにしか興味がないとレース関係者の間で噂されているのを知っていますか？私が社長でいる限り F1 復帰はありえないと断言しているため、トヨタ氏が社長であり続ける限り F1 復帰は 100% ないと思われています。もしかすると本当に F1 が嫌いなのかもしれませんね。世界的な大衆メーカーだから。 F1 の宣伝効果が投入資金に見合った成果があるとは限りません。2017年の自動車の世界販売台数トップ3の自動車グループはフォルクスワーゲン、ルノー、日産、三菱自動車連合、トヨタと続きますが、ルノーを除いて現在は F1 には参戦していない自動車メーカーばかりです。 F1 に参戦しているルノーに対して同じグループの日産は100万台以上も多くの自動車を販売していたりもします。 F1 はフェラーリやマクラーレンのようなスポーツカーメーカー向きなのは間違いありませんよね。トヨタをはじめとした大衆メーカーは巨額な資金を投入する F1 に参戦しなくても自社のブランドイメージが確立できてしまうことにも理由があるのかもしれませんね。巨額な投資をして叩かれる可能性があるのも F1 の世界かもしれません。ファンが復帰を求めていない？トヨタは8年間の F1 参戦の中で一度も勝利を手にしたことがありません。コンストラクターズ選手権での最高順位も2005年の4位が最高です。本田宗一郎氏やアイルトンセナから栄光とストーリーを受け継ぐ本田は F1 における正義として多くの F1 ファンの心をがっちりと掴んでいます。トヨタは2002年に F1 に参戦、2009年に撤退していますが、このどちらも F1 ファンの間では大きなトピックとはならなかったようです。当時の日本グランプリの入場者数やテレビの視聴率を見てもトヨタの参戦、撤退に対する F1 ファンの変動を見つけることはできません。ホンダの F1 参戦、撤退に比べるとトヨタの F1 参戦、撤退ははるかに影響が少ないのです。ホンダは F1 を知らない人やライトなモータースポーツファンにも受け入れられやすい歴史とイメージを持っています。トヨタは WRC やル・マンなどの耐久レースに参戦していますが、そのどちらもフォーミュラーカーではありませんよね。そもそももともとトヨタ自体が F1 と結びつくイメージが F1 ファンにとっては全くなかったのかもしれませんよね。個人的にはホンダのようにトヨタにも F1 で活躍してほしいですが、様々な面から F1 という世界はメーカーからすれば魅力がないのかもしれませんね。世界中には多くの自動車メーカーがありますが、たったの4メーカーしか参戦していませんからね。目先の利益も大事ですが、そういう部分を見直すことも重要ですよね。皆さんはトヨタの F1 復帰についてどう思いますか？それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。またねー。